荒川地下7月29日隊は、日本の女優、ジュニアアイドル、ファッションモデル、神奈川県横浜市出身、元ベリーベリープロダクション所属、元乙女新党メンバー、アーに憧れて芸能界入りし、2003年に AC ジャパンの CM でデビュー、ジュニアアイドル、子役として活動する、2009年、初防に初登場、初表紙を飾る。 2009年10月30日、ファースト DVD、毎日少女をリリース。2010年に、ロシア映画、ヤクザガールで映画初主演を務め、2011年、コメディクルージュ国際映画祭にて、同作品が出品され、最優秀女優賞を受賞。2011年度前期の NHK 連続テレビ、小説、お日様にオーディションを経て、 井上央を演じるヒロインの幼少時代の旧友役で出演。2012年2月発売のボリューム24をもって初防を卒業。同年7月発売の死亡に初登場、初表紙を飾る。2012年8月号のピチレモンより専属モデルを務めた。2012年には山田洋二監督により映画東京家族に抜擢される。 2012年12月より、乙女神道の一員として活動。2014年7月5日をもって乙女神道を卒業。2017年は受験に備えて仕事を制限し、2018年1月には所属事務所を退所。同年春の高校卒業。大学進学後は映像作品の制作にも意欲を示し、地下鉄シアターと題した。 自主映画上映イベントを開催している。2019年6月には、エヴァン・デンドの身体制発シングルとなる、マーガレットのミュージックビデオの監督を務めた。ありがとうございます。